アメリカ空軍の F-16 戦闘機がアメリカ上空で撃墜されました。信じられないように聞こえますが本当かもしれません。米空軍は最先端の空対空ミサイルをテストするためのターゲット航空機として QF-16 を使用しているためです。対望の AIM-260 ジョイントアドバンストタクティカルミサイル JATM は ロッキード・マーティン社が開発している長距離空対空ミサイルで、最終的に AIM-120 アドバンスト中距離空対空ミサイル AMRAAM AM に取って代わることが期待されています。この機密性の高いミサイルはテスト中であり、来年には米空軍と海軍の戦闘機に装備される可能性があります。現在米空軍が運用している AIM-120 空対空ミサイルは、中国、ロシアの同様のミサイルに挑戦されており、 この危機を解決するには、より高度な空対空ミサイルの配備が急がれています。2019年、米空軍は空軍と海軍の共同作戦である AIM-260 共同高度戦術ミサイルプロジェクトの存在を開示しました。空軍と海軍はこのミサイルに新しい長距離攻撃能力を持たせる予定です。近年、米空軍は退役した F-16 戦闘機を空対空ミサイルの実射テストのための実物大エアターゲット、 ファーストに改造しています QF-16 と名付けられたこの無人標的機は主に兵器実験専用の基地であるアメリカ・フロリダ州のティンダル空軍基地に配備されており空対空ミサイル AIM-260 の実射テストは主にここで行われています米空軍は AIM-260 の開発を優先プロジェクトとして挙げておりテスト作業は2020年10月にピークに達するとしていました ティンダル空軍基地を拠点とする第82及び第83航空標的中隊は2020年4月に AIM-260 のテストを開始しました。QF-16 ドローンがメキシコ湾上空を定期的に飛行しているのが目撃されており、最大で8機の QF-16 が新型ミサイルの実験に参加しています。フロリダのティンダル空軍基地にある QF-16 ドローンは、 実弾ミサイル発射テストをサポートするためによく使用されますが、これらのドローンは実弾ミサイルテスト中に撃墜されない場合があります。テストミサイルが爆発性の弾頭を備えていない場合、戦闘機がミサイルの爆風の半径内に入った場合、効果的に破壊されたとみなすことができます。ミサイルが目標機の横を通過している映像がありますが、測定の結果、目標機が撃墜されていることがわかります。 ミサイル弾頭が爆発しなかったのでドローンは無傷でしたもちろんキネティックミサイルがテストに使用されていたならば本体の運動エネルギーでターゲットに命中するように設計されているこのミサイルは標的を撃墜していたでしょうキネティックミサイルについては後ほど説明します F16 戦闘機の全盛期にはターゲットファイターの役割を QF4 ゴーストファイターが担っていました F35 ステルス戦闘機が全盛期を迎えた今引退した F16 が F4 からターゲットの役割を引き継いでいます無人の QF16 は人間の能力の限界を超えるレベルの飛行が可能なため有人戦闘機よりも高いレベルの操縦性能を発揮することもできます また、操縦性の高いターゲットに対するミサイルの有効性をテストすることができるため、ミサイル発射テストにも画期的な効果をもたらしています。AIM-260 はまだ実用化されておらず、高度に機密化された兵器プロジェクトです。デュアルパルスエンジン、フェーズドアレイレーダー、デュアルレーダーと赤外線センサーによる誘導システムを採用しているのではないかと推測されています。 米国防総省の目標は2022年までに初期戦闘能力を獲得し2023年までに米空軍戦闘機への装備を開始することですレイセオン社は2019年9月に現在運用されている AIM120 よりも長い射程と俊敏な端末操作性を持ちながらサイズが半分近くになる新しい空対空ミサイルペレグリンシリーズの開発を発表しました 例えば F35 はステルス性を損なうことなく空対空ミサイルを従来の4発から8発搭載できるようになりますロッキード・マーチン社は敵の航空機とミサイルを同時に相手にして直撃でターゲットを破壊する小型キネティックミサイル CUDA を開発しています破片弾頭がないため小型化しても一定の射程距離を保つことができますまた第5世代ステルス戦闘機の爆弾搭載量を大幅に増やすことができ 直撃による敵機へのダメージの確率を高めたり敵の空対空・地対空ミサイルの迎撃で戦闘機の生存率を高めることができます前者とは異なり米空軍の AIM260 に対する要求はその優れた空戦能力を強調するものであり現在の脅威に対処する上での AIM120 の欠点を補うものです 1991年に収益した AIM120 はその航続距離センサー精密誘導電子対抗措置により20年以上にわたって空を支配してきましたが近年は競合他社の最新兵器が挑戦しています 中共の PL-15 やロシアの R-37M、K-77M などの空対空ミサイルと AIM-120 との競争は、米軍が AIM-260 を開発する上での重要な要因となっています。これら中国ロシアのミサイルは、アメリカで運用されている最新鋭の空対空ミサイルである AIM-120D に匹敵する性能を持つかもしれません。 中国の PL-15 はフェーズドアレイレーダーとデュアル赤外線誘導システムを採用しており、その射程距離は 200km と言われています。ロシアの R-37M は航続距離 400km、速度マッハ6、戦闘重量 60kg です。また、ロシアの K-77M は航続距離は約 190km で、PL-15 と同様アレイレーダーを搭載しています。 それに比べてアメリカで現役最強の中距離空対空ミサイルである AIM-120D は射程距離は約 180km、速度はマッハ4.5、戦闘重量は約 20kg しかありません。アメリカが AIM-260 を優先させた最大の理由である数字の違いを見ることができます。もちろん数値的に優れているからといって実際の能力が優れているとは限りません。 なぜなら中国ロシアの言葉による誇張表現にはある程度人々が慣れていてその数値は誰もが知っているからですしかし米軍はこれらの要因で相手を過小評価する理由にはしません旧式の AIM-120AB は段階的に廃止されアメリカや一部の同盟国の空軍戦闘機は主に AIM-120C を装備していますこのミサイルは射程距離電子対策誘導システムの面である程度の能力を持っています しかし、現代の主戦闘機に対しては、やや無理が生じています。インド空軍のスホイ 30MKI は、電子戦システム、高い操縦性、二次元ベクトル化推力システムの組み合わせにより、5回の AIM-120C の攻撃を回避することができました。AIM-120 シリーズの最新版は AIM-120D で、 一機あたり200万米ドル以上のコストがかかっているにもかかわらず、メンテナンスの観点から見ると、性能面ではまだ満足できないものです。米空軍の新型空対空ミサイルに対する要求は、極超音速空対空ミサイルの開発、アクティブフェーズドアレイレーダー誘導システムの適用、戦闘機の生存性向上、電子戦システムの追加など多岐にわたっており、 これらすべてが空対空ミサイルの長距離殺傷能力に影響を与えますそのために AIM-260 はより速くより長く飛びより強力なセンサーを持ち様々な能力を備える必要がありますこれらの改良によってハイエンドの撤去を仕留める確率を高めることの役に立ちます米空軍が直面している課題から AIM-260 について一般的な仮説を立てることができます この新しいミサイルにより米軍の戦闘機はより遠くの相手と交戦できるようになりますこの新型ミサイルはステルス性の高い戦闘機プロファイルの必要性を満たすために AIM-120 とほぼ同じサイズになる予定ですそのため空間に必要なラムジェットエンジンを使用する可能性は低く新しい1機タイプの固体燃料エンジンを使用することになると思われます 新しいタイプの固体燃料エンジンで他の部品も可能な限り小型化して燃料を増やして航続距離を伸ばすことになると思われますキネティックミサイルを排除しなければコンバットセクションがなくなり航続距離をさらに伸ばすための追加燃料スペースができます弾頭は標準的なものでもより小さいものでもより高い精度のものでも良くて空中戦の範囲を最大化するためにより強力なアクティブ電子操作アレイ AESA レーダーや赤外線追跡システムなどより高性能な新しいセンサーが使用されますまたサードパーティー製のセンサーから提供されるターゲットデータを利用した空中戦を可能にする自律的な光線能力を備えています実際これらの複合的なエンゲージメント能力はテストで実証されています